この授業は児童生徒にものづくりへ興味関心を持ってもらい、進路選択の参考になればと県職業能力開発協会が開いたものです。今日は厚生労働省からものづくりマイスターに認定され、絵付けの技術で現代の名工に選ばれている市川浩司さんら14人が佐賀市の城西中学校を訪れ、1年生に指導しました。生徒は上絵付けや苔玉、ハンコ、マスク作りに挑戦。このうちマスク作りではアドバイスを受けながら型に沿って布を切り、慣れないミシン掛けに苦戦していました。できた時の達成感が嬉しいです。手間がかかったり時間がかかったりするから、作ってる人の気持ちがやっぱり分かります。何でも今はね、お金を出せば買えるような状況ですけれど、何でもね、手作りでできるんだということをね、分かってくれたらいいなと思いますね。この体験授業は小中高校などを対象に開かれていて、今月13日には唐津市の旧良木小学校で開かれる予定です。